自動車、オートバイオートバイの種類モペットフロントタイヤ上部にエンジンを備えるベロソレックスモペットはペダル付きのオートバイでエンジンや電気モーターなどの原動機だけで走行することもペダルを漕いで人力だけで走行することも可能な車両の総称であるモーターとペダルのカバン語が語源とされる日本の年配者を中心にバタバタあるいはペケペケと呼ばれる場合もあるモペットは 本来、原動機が付いた自転車あるいは、ペダルでこけるオートバイのことであるが、日本以外の国では、ペダルの有無に関かかわらず、消排気量のオートバイ全般が、モペットと呼ばれている。同様に、日本の法規において、原動機付け自転車は、ペダルの有無に関かかわらず、125cc 以下あるいは、50cc 以下のオートバイを指す。このため、警察庁では、本来の意味のモペットに対して、 ペダル付きの原動機付け自転車という故障を用いている。原動機は排気量が 50cc 前後の小型の内燃機関が多く、電動機を原動機とするものもある。駆動方式にはいくつかあり、足こぎペダルとは別の駆動系で後輪を駆動する。場合や、足こぎペダルと共用のチェーンを介して、後輪を駆動する方式、フロントタイヤを駆動する方式がある。無断変速機や、 自動変速機を備えたものや自転車用内装、変速機を備えるものもある。セルモーターを搭載している車種は少なく、多くはペダルで走行しながら、完成を利用してエンジンを始動する。フレームは自転車と同じ構造のものが多いが、走行安定性を向上させるサスペンションを搭載した車種もある。原動機付自転車も参照日本では、登場初期においては、 軽車両扱いで免許が不要であったが、1960年の道路交通法施行以降は16歳以上を対象とする免許制となっている。ヨーロッパでは近年まで許可制、または車両登録のみで運転でき、運転免許が必要ない国が多かったことから、日本よりも普及し、たカテゴリーのオートバイと比べて、欧州メーカー製品の割合が高い。なお2013年1月19日より、 すべての EU 加盟国で、モペットの運転には、AM 運転免許が必要となった。日本の公道で運用するためには、国土交通省が定める、道路運送車両の車両法案基準に基づき、以下の部品を装備することが義務付けられている。このうち、速度計と微、微等、制度等、方向指示器については、構造により、平地での最高速度が 20km 未満となる。 車両については義務とはならない。ただし道路交通法により、方向指示器や制動等を装備していない車両であっても手信号で合図を行うことが義務付けられている。また、エンジンを始動せずに、ペダルで漕いで運転する場合でも、原動機付き自転車としてヘルメットの着用などが義務付けられている。 ホンダ株 F を取り付けた自転車日本における最古のオートバイの記録としては、1898年に紫義彦がアメリカから輸入組み立て制作した車両の写真が残されているが、1909年に島津奈良像によって制作された NS5 が日本の純国産オートバイ第一号として認識されている。NS5 は 400cc の4ストローク単気筒エンジンを 自転車をベースに製作したフレームに搭載していた。ただし、オートバイエンジンのパワーや重量に耐えられる。よう本格的オートバイのフレームは自転車フレームのレベルから早期に強度を高めた構造に発達し、小型の後付けエンジンはそれら本格オートバイとは別のカテゴリーで発展したが、日本では自転車取付エンジン式のオートバイ開発は太平洋戦争前には広まらなかった。 太平洋戦争後、旧日本軍から放出された発電用エンジンを取り付けた自転車が出現した。やがて小さなメーカーから専用の自転車用取り付けエンジンが発売され、販売数は1948年には2000台、1949年には1万台ほどに達した。現在まで続くメーカーのうち、ホンダは1948年に 50cc のホンダ A を発売。 1952年に株取付エンジン F 型を発売して1955年まで販売した。鈴木は1952年にパワーフリーを発売し、後継機種のダイヤモンドフリー、ミニフリーシリーズを1959年まで発売した。当時オートバイも販売していたブリジストンは1954年に 50cc の富士正規製エンジンを用いた取付エンジンを発売した。 日本の自転車用取り付けエンジンは、重積採用の実用型自転車に取り付けられて、過負荷で酷使される事例が多く、前後輪管、または後輪側面にエンジンを取り付けるものがほとんどであった。ヨーロッパ車で見られた、前輪真上にエンジンを積む、前輪駆動方式は頭髪と宮田に、少数の例があったのみで、一般化しなかった。後付け式自体。 振動や高速走行で自転車のフレームや車輪に人力では生じないような課題負荷を与えるため、日本特有の過負荷国士も伴って、多々破損事故を引き起こし、パワーアップの許容度が低い欠点を有した。1960年頃までには、後続の完成者型もペット普及で捨て、最終的に1960年代半ばまで生産されたのはチェーンでなく、 リムやタイヤへの摩擦駆動を用いて、駆動ロスはあるが取り付けが非常に鍵であった、ブリジストンと板垣、サンライトの2モデルに止まった。1957年にタスモーペットが発売され、完成品としてのペダル付きオートバイが販売されるようになった。鈴木はタスの翌年1958年にスズモペットを発売した。 1958年に発売されたホンダスーパーカブの大ヒットにより剣道着付自転車の主流はペダル付きからペダルなしへと移行したがモペットから濁音を除いたモペットという造語はスーパーカブに代表されるビジネスバイクに対しても流用され山口オートペット、ヤマハモペット、川崎ペット、鈴木セルペットなどの社名に用いられた1961年をピークとする モペットブームはこれらアンダーボーンフレームのビジネスバイクのブームを指している。その後も 50cc のスクーターやビジネスバイクを含めた原動機付け自転車のブームはたびたび訪れたが、足こぎペダルがついていることを特徴とするモペットは、日本の放棄においてその利点を活かせず普及することはなかった。ベロソレックスやピアッジオ茶を灯す、近年は中国製の輸入車も販売されているが、 スーパーカブの登場以降に国内メーカーから発売されたモペットはごくわずかに留まっている。ありがとうございます。